こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。そして本日もスペシャルゲストの方お越しいただいております。初耳怪談初登場です。はい、そうです。女優芸人など多岐にわたってご活躍中の鳥居美由紀さんにお願いします。鳥居です。よろしくお願いします。鳥居ずっとこの俺に合わせてなんか一緒に言うのやめてもらっていいですか。感動の手紙みたいになるかなと思って途中からあれある途中からご本人の方じゃなくて声移行してるやつね。あるある。なんなかったってやつ。はい、なったらいいなって思ったけどなんなかったね。はい、今日は鳥居さんですからね。はい、よろしくお願いします。皆さんお願いします。なんでそんな気持ちばっかりの拍手だったらしない方がいいと思う。やるんならやって。やるなら やよろしくお願いします。やってやって本当やるならやれ。ねえ、もう本当にこれ今川口が悪いです本当に素晴らしいですよ。はい、本当にちゃんと今日だってもうね、初音ちゃんも衣装もね、うん、可愛らしくてめっちゃ可愛い。ありがとうございます。頭に欲しかったって言ってたよね。これ私買おうとしてたやつなんですよ。そうなんですよ。買えばよかったじゃん。なんでやめたの。いやー、私骨格がウェーブってやつで私もだよ。本当ですか。うん、こういうの着るとなんかドーンってなっちゃうなっていうので、なんかここにこうウエストマークってこう縛ってないとダメっていう今日のやつもファッションチェックしましょうよ。これ紐がないと。え、なんでさ、金魚それ。金魚なんです。白くね。白くね。金魚はまあ、いろんな金魚。あ、でもさ、あれか、金魚ってさ、そもそも金じゃないか。そうじゃあいいんだ、何色で。人間界来たてみたいな感じで金魚の色知らなかった。金の魚で金魚だからもう金じゃないとおかしいと思ってたってこと。うん、だけど違った、赤かったね、金魚って。いろんな金魚いるからね。うん、そうなんだ、可愛いじゃん、でっかいの3匹も。でっかいのでっかいのとどこに反応して今自分で食いついたんですか。すごいでっかいなと思って。でかいな。で、まあ、ワンピースもそうだけど、初音ちゃん頭の方の頭にあの藁人形ですよ。全然見せない角度にしてますよね。そうなんだよ。あんなにめっちゃ見せてくれたのに。もったいないな。カメラの方向けてほしいな。ごめんなさい、見えないかもしれないけど実はつけてるんですよ。夢つけてるといいじゃん。すいません、ごめんね。もう芸歴長いとか分かるじゃん、そういうの。長くない、まだ始めてない。嘘つけ、ほぼ同期やほぼ同期やぞ。小声でまだ始めてないって言うめっちゃ思う。だってよく言うじゃん、そのさ、あのさ、本気入れてるかどうかみたいな。うんうん、よく言うじゃん。だから今日が、はい、今日デビュー、ま、今日デビューで記念すべき日。そういう気持ちで本気でやっていきたいと思います。ダメだ。ちょっとは緊張しろよ、マジで。してますよ。でしょ。でも本当ね、こちら藁人形で、ね、本物の釘刺さってるんですよね。すごいですよね。メスだよ。でもえ、なんでオスメスとかあるんですか。あるじゃん、だって可愛い方がいいでしょ。あ、ほんと、あ、ほんとだね、バレリーナでしょ。バレリーナなんだ。うん、そうだよ。これ売ってるんですか。売ってない、作ってもらったんだ。私はあのこういうの作ってほしい。大丈夫です。蓋が転がっただけです。喋ってる途中でね。ね、すいません。もう大丈夫です。蓋が転がっただけ。いつも通りいかねえな。それフロアデッカーさんもね、アップアップしますよ。でもやっぱり暗いじゃん。何が？この。あ、そう、階段の番組ですからね。うん、階段って言ったらやっぱり暗いってね。そうそうそう。言ったらそんなわけないじゃん。なんか階段をどんだけバカにしてんだよって言ったの。違う。あの、違う。どうせあのスタジオとか暗いんでしょって言ったんですよ。はい、したらもうちょっと階段バカにしてそんなわけないでしょって言って、暗いじゃん。違う。まあ、私の部屋よりは明るいですけど。どんな部屋住んでんだよ。だけど、うん、暗いは暗いと思いますよ。暗い、やっぱこの雰囲気。やっぱり階段ってそうじゃん。そう、ずっと言ってくるんだよ。どうせスタジオにろうそくあるんでしょ。そうなんか怖い感じで話すんでしょとか言ってくるから、うんうん、こうカンペもずっと次へ。でもさ、結構さ、なんで広げてくんだよ、こっちの話を。次へって出てるから。いや、私んちのさ、本当なんか間取りっていうか一緒なんですよ。結構間取りっていうわけじゃない。間取りってどういうこと。あの、模様が、部屋の部屋模様が一緒で、だいたいこんな感じです。
なんかあれだもんね、うん、あの一回友近さんだっけ、うん、がなんか鳥居みゆきさんの家になんかみゆきちゃん遊びに行くわって言って遊びに来たんだよね、うん、来たんですよ。で今日夜まで結構空いてるからずっといられるわって言って2時間ぐらいでもう帰っちゃったちょっとお用事思い出したとか言ってドクロとか真っ暗ででもあの赤色あるよね。あ、そうそうそう、ね、ああいう部屋だからもう気分悪いわっつって友近さんが2時間でギブアップしたっていう部屋にそう、はい、2時間って盛りましたけど本当は5分ですけどマジで、うん、マジですぐ帰っちゃったの5分、うん、いやだからじゃあ悪い意味でもちょっとなんかかわいそうに見えるじゃん。だから2時間って言った自分のことがね、うん、自分ってやっぱりさあの大事にしていかなきゃいけないじゃん。自分を一番可愛がれるのって自分じゃん。そう結局自分しかいないから、ね、分かる。人のご機嫌取るんだったら自分の機嫌取るよ。次行きましょう次行きましょう。私でもねあれなんですよ、山口敏太郎さんとなぜか、はい、あのオカルトめいた仕事をなんか連チャンでやらせていただいた時あって、うん、なんで敏太郎さんって言ったら私みたいな感じにのなんか2人っていうのがつがい、つがいっていうかあの、まあ、ペア、まあ、ペアかつがいっていうのが多かったんですよ。でなんで私あの霊感もないしオカルトとかよく分かんないのにって思って、それでスタジオのトイレ入ったら人感センサーが反応しなくて真っ暗ままなままおしっこした。私人感センサーって全然働かない。なんかいますよね、あの松原谷さんもあの、うん、スマホとかでも顔認証全然しない。そうそう、あとよくあの雑誌とかのインタビューとかやると録音してますねみたいななんかちょっとキットカットみたいなの置くじゃないですか、ボイスレコーダーですよね。 あれをあれが結局撮れてないとかノイズがすごいとか、あとその後写真撮影入りますとかなるじゃないですか一応。 そうするとなんていうの、照明の電源が落ちたりなんかバタンって倒れたりして、なかなかスムーズに電波系がダメ。なんかこう電気と相性悪い人多いですよ ね、すぐ壊れちゃうとか、うん、配信で毎回撮れてないってさ、はい、なんかもうありましたね。だって一時期なんかあの、うん、YouTube 撮ろうと思って怖い話だと思って毎回撮れてないからもう仕方なく生配信に切り替えた、うん、そう私はそう、うん、だからちょっと近しいところが、それってあのブブブブブですか。ブブブブブじゃないです。え、じゃなくて何にもなし、もう記憶なし、撮ってていきなりこう電池がボコンと落ちちゃったりとかして、でもそしたらそこまで普通記録されてたりとかすると思うんですけど、ノーデータになって何も撮れてなくて、で3回ぐらい同じことこれ3回目なんですけどとかって喋ってそれでも撮れてなかったりとか、あとなんか見たことない文字のエラー出たりとかするんですよ。でそれカメラとか好きなんでそういうなんかこうなんで決まってるじゃないですか、ソニーはこういうののテキストが出ますみたいな、こう何これってなってそのままプッて切れちゃって撮れてないとかがあったりとかしたんで配信に。でもそしたらみんなが承認になるなと思って。見たことない文字って私よく台本とかで鳥居さんって鳥居って書いてあって自由にみたいな意味で見たことない文字でビャビャビャとか顔なんか三角四角ウェーみたいなのよく書かれる。いやそれはもう気持ちわかるよね。だって自分が放送作家さんだったら鳥居みゆきのとこ その想定台本なんて書いてるかわからないでは続いてのコーナーです。君に階段ファーストテイク。お待ってましたって感じ。はい、なんだかなと言わないですね、説明します。いや知ってます、はい、知ってます。知ってたんですね、はい、じゃあ言わなくていいよね、ここからですね、怪談師の方に初出しの怪談を一発撮りで披露していただく初耳怪談ファーストテイクなんですが、本日怪談話すのは私島田秀平です。おじゃないですか、ね、久しぶりなんですよ。だからゲストこの人じゃない回が良かったいや嬉しいですもうねえ、いいですね、巨匠後ろにこの人いると思ったらやりづらいよちゃんと見てます、ちゃんとちゃんと、はい、じゃあまあね、ちゃんと噛まないかどうかもそう本当にやばいですね、ずっとね呪いかけられた感じですけどね、はい、足取りが重いこれは楽しみだでかくない、うるせえな、ね、本当にこんな大きさかな、でも引かないとこれだって頭切れちゃって、頭切れてる、いいんですか頭切れて、ちょっともう早く話させてもらっていいですかお願いします。では島田さん準備よろしいでしょうか。お願いします、はい、本日は視聴者の吉弘さんよりご投稿いただきました。あ、吉弘さんありがとうございます。それでは島田秀平さんよろしくお願いいたします。この話、吉弘さん40歳ぐらいのですね、男性の方からご投稿いただきました。ありがとうございます。吉弘さんですね、糖尿病の方を患ってしまいまして、
1ヶ月ほど病院の方に入院したことがあったんですね。でその最初の頃1週間目くらいのなんかね、その時にね体験をした話なんですよ。まあ、その日、昼寝しすぎてしまいまして、夜なかなかね寝つけなかったんです。あーどうしよう眠れないな、目が冴えちゃうな。ただ病室っていうのがね、まあ、ラッキーなことに6人部屋だったんですけども、部屋にはね吉弘さん以外いないっていう、ほぼ貸し切り状態っていうね部屋だったんですって。まあ、なんで、まあ、起き上がってテレビ見たり、あと筋トレしたりしてね、まあ、時間を潰していたそうなんです。でもなかなか眠れない、かなり時間も深くなってきて深夜1時2時ぐらい、眠れないな。で真っ暗な病室でよいしょよいしょよいしょってこうスクワットしてると、なんか視線感じるんです。ん？振り向いてみると、病室の入り口、ベテラン看護師さんが立ってた、まあ、女性の方です。あやばい、あすいません、眠れなくってとっさに言い訳した。でさらにごまかそうとしてこんなこと聞いちゃったんです。あそうだ看護師さん、この病院にまつわる怖い話なんてないですよね。まあ、吉弘さんね、この番組にご投稿いただくぐらいですから怪談好きなんですよ。怖い話なんかないですよね、この病院にまつわる。早く寝てくださいよ、そんなないですよ。言われるかと思ったら看護師さんね、こう言うんです。この病院にまつわる話ではないですけど、今から20年ほど前に自分が体験した話だったらあります。え？看護師さんぽつりぽつりと話し始めたんです。今から20年前、この看護師さんが看護学校を卒業したて若い頃ですね、九州は山口県の方にある有名な心霊スポット、大きな廃墟があったんですが、そこに男2人女2人男女4人で車でドライブがてら肝試しに行った、その時のことなんです。まあ、現場に着くともうね気持ち悪い廃墟が立ってるわけですよ。でその看護師さん、別に霊感があるわけじゃないんですけど、もう怖いっていうかね、もう明らかに嫌な感じがしたんです。入りたくないってなるとですね、まあ、そこにいた男性の、まあ、A 君としましょうね。 A 君って子が、じゃあ分かったよ、懐中電灯を持って、じゃあ一人で中入って様子見てくれよ。一人でバーって廃墟に入っていっちゃうんです。勇気あるな。まあ、残された3人ですね、呆然と立ちすくみながら、まあ、見守るしかないって待ってたんです。いや気持ち悪い廃墟だよな、でも A 君大丈夫かな、一人で入ってって。10分、20分、30分、さすがに遅いよな、これなんかあったんじゃないか心配になった時に、廃墟の中から A 君の声がしたんですって。おーい、あー A 君無事だったんだ、おいこっち来いよ、呼んでるんです。こっち来いよ、あったよ、こっち来いよ、あったよ、こっち来いよ、あったよ。ところどころ途切れ途切れなんだけども、なんか叫び声聞こえる、なんか呼んでる、行かないわけいかないよね。3人も勇気振り絞って懐中電灯で中入っていったんです。あー怖いなーっていう、もうね真っ暗闇でこう鼻につく吸えたような匂いもするんですよ。おーいっていう方にね、 A 君の声の方に入っていく。おーいおーい、この声の方に行くんですよ。長い廊下、階段下って、おーいこっちっていう、はーってこう言ったら、ある部屋の前、ドアの前に着いたんです。で気づくんですよ、今まで以上に明らかに嫌な気持ちがする。で匂いなんかね、さっきとも比べ物にならないんです。もう捨てた匂いっていうか、何かが腐って、腐敗臭みたいなのになって、もう鼻つまんじゃうぐらいのもう匂いしてるんです。ここやだよねって言ってるドアの中から、 A 君の声でここここって聞こえるんですよ。うわこんなか、A 君の中にいるんだ、もうじゃあってドアノブに手をかけて開けようと思った瞬間、ん、奥の廊下明かりが見えるんです。ん、その明かりがどん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 近づいてくるんです。
どん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 こう近づいてくる。懐中電灯の明かり、どん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 来る。誰かが近づいてくるんです。でシルエットが見えて、あー顔もぼんやり、顔が見えたって瞬間、3人もう動けないんです。どん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 近づいてきた人、これ A 君なんです。え、中にいるはずの A 君がこっから来るわけです。えって A 君言うんですって。あ、ここ、え、あ、ここなんだ。え、でさ、ここ何があんのって言うんです。え、もう意味わかんないじゃないですか。急にいるはずない A 君が現れて、ここ何があんのって聞いてくる。意味がわかんない。え、ちょ、え、な、な、え、あ、え、話聞くとですね、 A 君、まあ、一人で中入ってきました。何にもない、奥まで行って、じゃあ帰ろうかと思ったら、私たち3人の声が聞こえた。おーいって聞こえた。え、何って呼ばれた。何か発見したからこっち来てよって言われたから、ここに来たらみんながいた。だからここに何があるのって聞いてるんですよ。いやいやいや、こっち呼んでない、 A 君も呼んでない。確認した瞬間、全員がゾワ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 ってくるわけですね。誰に呼ばれたの、このドア何。 A 君勇気を振り絞ってガチャッ、ドアノブひねって開けたら鍵かかってないんです。で中の部屋を見ると、真っ暗なんですが懐中電灯の明かりで分かったんです。この匂いの原因、奥には首をくくられて亡くなった方のご遺体があったわけです。このご遺体にみんなは呼ばれていたんだ、そしてここに引き寄せられたんだという、まあ、そんなことを思った、まあ、看護師さん、これ以降ですね、まあ、こういった場所には二度と足を運ばない、まあ、そういうふうに決めたということなんですね。でこんな話をですね、吉弘さん、その看護師さんから聞いたわけですよ。へえ、すごい話ですね、まあ、かなり長尺の話だったんで、時間も経って、あ、いい感じにこう眠気も襲ってきたんで、ありがとうございました、おかげで眠れそうです、おやすみなさいってことで終わったわけですね。で翌朝起きる、で、朝食の配膳が来た時にお礼言おうかなと思ったら、まあ、その看護師さんいないわけですね。あ、夜勤で帰っちゃったんだ。でその後午前中のね、あの検温の時間がある、ね、別の看護師さんが来る、お礼言おうかなと思って、もちろんいないんで、じゃあ伝えてもらおうと思って、昨日ね、まあ、こういった看護師さんにねお話聞いたんです、あのすごく怖かったんですよ、お礼言っといてくださいね。は、実はそんな看護師さん、その病院には誰も勤務していないという話だったそうです。一体この吉弘さん、誰と話をしていたんでしょうか。もちろんこの後1ヶ月間入院する吉弘さん、その例の看護師さんに二度と会うことはなかったそうです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。鳥さん、いかがでした？すごいな、さすがもうベテランの芸人さんでいらっしゃって、あのすごいよどみないおしゃべり、あの引き込まれるトーク、はい、すごい、さすがもう漫才師。 M1 グランプリかと大体感想ちゃうやん、審査員目線いらないの、対談のお話でいいの。本当に号泣しそうになりました。うまいじゃないんですよ。いやすごいね、一言も1個ちょっと変なとこあったけど、なんかスタッカーと入ってたとこあったんだけど、そこはプンってなったとこあったけど、すごいよろしかったです。あの怖かったね。なんか最後さんな、これはなんでだみたいになった。そんな可愛くはね、可愛くはね。なんでなんでしょうみたいな。ませんでした。なんでだじゃないんですよ。おっかないんだね。なんかね。でも不思議な話ですしね。看護師さんそもそも幽霊？だから、うん、世にも奇妙なあれですよね。あ、そうですね。看護師さんから聞いた怪談話だとしたらめちゃくちゃ面白いですよね。でその看護師さんも、いないんですかってなるともうわけわかんないみたいな。でこの投稿者さんもいないと。いる。わあ怖い。怖い。吉村さん、すいません、いますよね。だって伝えたいことが別にないじゃんね。こういう怪談話ですよ、怖い話ありますよの。幽霊って何って思う。でも全く気づいてない可能性ありますよね、ご本人が。だからまだ勤務してるというか。あ、そういうことか。なるほど。で、なんか寝れない患者さんとかにそういうの聞かせてあげてるとか。そ
これだ。よくある。私もあのよくあの自分って今生きてるって思うもん。生きてらっしゃると思う。生きてらっしゃるよ。でもそれは分かんないじゃん。自分たちも生きてるか分かんないから立証にならないじゃないですか。哲学やるのやめません。うん、堂々巡りで終わったって。生きてるとはに行っちゃうんでそれだと。ゴーモさんいかがでした。いや僕はね怪談ファンとしてたまらなかったですね。島田さんが結構長い尺で結構王道と言えるような内容の、うんうん、なんか不思議話怪談話を、そして最後の看護師さんもいなかった、うんうん、本当だったかどうかわからないっていうところまで含めて、あ、なるほど、そのオチで、うん、よかった、あ、階段好きでよかったと思いました。そういうのがあるの。でどっちかっていうと島田さんのお話ってなんだろうな、ここの駅であったこととか本当になんだろう、自分たちがリアルで感じられることがベースのお話をよくされることが多いから、うんうんうん、ザ実話怪談ですよね、このお話っていうのは。だから多分見て くださってる方もこういうお話はベーシックなやつを島田さんが長尺に語るっていうのはすごく好きだと思いますよ。本当ですか、ファンとしての意見です。まあすごいね、好きな人多いと思いますよね。多い多分ね、この内容は特に多いと思いますよ。肝試し系のやつはご投稿いただいたのって僕らね読ませていただくじゃないですか、はい、って時にもう読みながらもうってこ う, もう声出しながらもうね、なんかもう確かにっていう夢中になってしまうようなお話なんで本当ありがたかったですね。川口さんどうですか。こういう怪談って基本ちょっとこう尺とかあんまりこう気にせず聞くじゃないですか。だからなんかいいお話ほどなんかあっという間に終わっちゃってちょっと寂しくなるんですけど、今のお話もなんかすごいこうあっという間にジェットコースターみたいな怪談で、あ、もう終わっちゃうんだって思ってちょっと寂しくなっちゃいました。階段好きですね。階段好き、階段好き、階段好き、確かに見つけてもらいますじゃあ。それはもうそっからはもう嘘になっちゃう。つけたつけなしになったんで。すごいね、階段聞いて最後怖いじゃなくて寂しいって。寂しい。もうこれ階段好きも末期ですから。だいぶ何周もしてますよ。すごいね、新しい、新しい。でもなんか私も、はい、自分の体験で一番怖かった体験が看護師さん実はいなかったので、だからすごいシンパシー感じながら聞いてました。なるほど。私もその10日間入院してて、その時世話してくれてた看護師さんがいらっしゃらなかったっていう。実はそうなんです。ご挨拶しに行ったらいなくて、その人だけサインが手書きでみたいな感じだった。でもしかもその看護師さんもね、ちょっとこう発熱さんのこと守ってくれてた。あ、じゃあさ、守ったんかどうか分かんないですけど、守護してくれるさ人が乗り移ったりするして出てきてくれるんかな。でもその人は、でも私の性格はちょっと分かってないタイプの方でしたけどね。その夜中の2時にトイレ行かない方がいいよってわざと言って、まあ、いやわざとなのか、だから行かない方がいいよって本当の意味で言ってくれたのかもしれないけど、行くなと言われたら行きたくなっちゃうタイプの人間なんで行っちゃったんですけど、こっかないね。だったからすごい近いなと、ね、そういう、まあ、方がいらっしゃるのかもしれないですね。というわけで、以上初耳怪談ファーストテイクでした。ありがとうございました。初耳怪談イベント開催決定。今年は初の大阪開催。ここでしか聞けない裏初耳怪談、テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話が続々登場。最近出てきた人なんて番組レギュラー陣に加え豪華ゲストも緊急参戦。さらに番組史上最大の重大発表も。今年は大阪でおののけ。さあ、今回ですねゲスト来ていただきました鳥居みゆきさんなんですけど、はい、なんかうん、ちょっとこう人と話すとその人のこう亡くなってしまう顔が見えてしまうとか。いやそれは幼少期の話です。なんですか、幼少期にその時期あったんですか。はい、幼少期というか25歳ぐらいまで。ずっと物心つかない。ずっと幼少期なんですね。なんか人の顔を見ると全部二重にぶれて見えてて、うん、ちっちゃい時にで何だろうって思ってて、それちっちゃい時に近所に住むおばさんの顔とかを見てたんですけど、顔っていうか二重にぶれたすっごい太ってる太って超えてらっしゃるふくよかなおばさんだったんですけど、二重に見えた顔がすっごくガリガリだったんで、私はガリガリ、ガリガリって呼んで、ちょっと失礼ですけど今の時代ガリガリの人って、おばさんってガリガリおばさんって呼んでたんですよ。で何年後かに亡くなって、その時に葬儀とか行って棺桶の中見たら昔見たまんまの
やっガリガリで全然病気で食べられなくなってて、それでそう亡くなったんですけど、でそれが結構頻繁に、まあ自分の顔見てもあったんですけど、で大体がみんな老けてるんですけど、その私が後輩の芸人で全然顔がブレた顔と変わんないなっていう子がいて、それでなんでだろうって思った何日か後に急に亡くなったんです。普通だとそれが何十年後とかになるから、そうやっぱり、ね、おかしいなって思ったんですよ、うん、その顔の違いがないってことはイコール。でもそれで私25歳ぐらいを境にあんまりもう 見ないってコントロールをできるようになって、見ないようにできるようになったんで、で自分の鏡とかで今まで入ってきた情報とかも今もうなんていう、今鏡見ても見ないようにできるんですよ。だからずっと何年も見てなかったんですけど、私が昔見てた顔、はい、鏡で見てた二重の顔に今もうなってきてます。やだ、寂しい寂しいっていう。ちょっとリフトアップとかしましょう。だから変えるから、そっちいいじゃん、そういう風にやるからね。もう皮膚とかちょっと切って引き上げて、その顔に絶対ならないようにね。スミユキコをちょっとここに召喚して若返り方法スミさん、そうだよ、その顔にならなければ。顔っていうか見た感じ白髪がちらほらあったんですけど、まだできてなくて、だからまだ平気かもしれない。めちゃくちゃ興味深い。本当に、うん、私なんかちっちゃい時から人を人として見れてない時期とかいろんな時期があるんですよ。もう人を見るとでっかい肉の塊にしか見えない時期があって、この人はこれぐらいの肉だ、この人はこれぐらいの肉だって、肉でしか人の顔を判断できなかった、肉の顔でしか判断できなくて。じゃあもうあんまりこう分かんない感じですか、差別化っていうか。うん、みんな顔とかをあんまり意識してなくて、器は器でしか過ぎないじゃん。だからなんかこの人が凝縮したらこれぐらいの生肉だっていう、生肉がでしか見えなかったの。それやっぱ大柄な人はすごく大きな肉の塊で、小柄な人は小さいとかっていう、いう感じでもそんなに差はないんですけど、塊にしか、肉の塊にしか見えなかった、皮膚を見えてなかったな。ってなるとなんかもう結局人なんて肉の塊なんだよっていう。そうなんですよ、ね、あと昔人が本でしか見えない時期もありました。どういうことですか。なんか本でしかっていうより、例えばこうハツレちゃんを見ると本がパッて浮かんできたりして、それが人生なんですよ、その人の、うん、で本当にパッて見える時と見えない時があって、今はその絵がなくなっちゃったんですけど、すごくこの薄っぺらいけどすごい細かい感じでびっしりだとか、 あと分厚いんだけどひらがなばっかりとか、面白い、大きい字とか、うん、で昔それで あなたの本なんでここの真ん中が全部ページがないやって言ったら、入院してたんだずっとって言われて、であとそれでそっから勉強頑張ってとか言われたんだけど、そう見てるとすごい漢字が多くなってってたりして、めっちゃ面白い。側も含めてなんだ。だから例えばめちゃめちゃ重厚そうななんか本に見えるんだけど、なんかペラペラで情報ないっていう人だと、すごいなんかね、政治家の方とかで威厳を放ってんだけど、実は空っぽの人はそういう本になるとかっていう。めっめっちゃエロの人とかいいんじゃないですか。います。同人誌じゃないですか。超エロ、ただのエロ本じゃないですか。エロみたいな。だけど文字でしかないんで、私は。そうか。はい、文字でしかなかった。感動小説だ。いや、岸辺露伴みたいな感じ。そうだよ、ジョジョのね。ジョジョの本当に岸辺露伴スタンドの能力だよね。やだ、かぶっちゃいました。いやだから、ジョジョのスタンドもね、なんか結構霊感ある方からすると、はい、あれってわかるわかるっていう。ここにいる存在が何かそういう、ね、うん、力をって話もあるから、うん、それなのかな、なんでだか分かんないです。今はだってないから。でもそうやって多分脳がそう見せてる可能性がありますよね。鳥居さんが一番受け取りやすい形で見せて、だからその幼少期の時は多分肉の塊にした方が受け止めやすかったのかもしれないですよね。その聞いてほしいことがある、脳の話で、はい、今思い出したんだけど、前島田さんにはしたことある、はい、ちょっとだけしたことあるんですけど、昔からずっと目つぶると左斜め上に
暗い時に限ってなんですけど、縦の線と横の線でランダムにこう区切られて、男の人と女の人の顔がびっしりあって、でそれが目つぶるたびに近づくんだけど、あのなんていうんですか、見よう 目の中でこう見ようとすると、うん、あのなんていうの、見えなくなっちゃうんですよ。あ、ピント合わせようとすると、うん、でそれが毎日毎日あってもう慣れちゃってたんですけど、もう暗いと目つぶると絶対にブーってゆっくり近づいてくるんですよ。その男と女のガーってなってるのがブワーって近づいてくるんですけど、それが毎日あったんですけど、ある日見えなかったんですよ、うん、で、あ、いなくなってんじゃんって思って、したらその日に乗った電車の車両に全員その顔があったんです。いや、しましたよ、前その話島田さんに。忘れちゃったから。その上でね、その上で何度聞いても怖いよねっていう。忘れたらしいですよ。忘れたらしいですよ。なんかすごくそれが知らない人なのに、そこで何かその後電車で事故があったとかでもないんですよ。ただいたんですよ。何時そのね電車のっていうね。いや、そう。ただのその日だけの話でしょ。で最近またいるんですよ。違う人たち。あれは脳が何を見せてるんでしょうか。不思議だよね。だから本当事故があったとかそういう大きな時の警告だったら分かるんですけど、別に何でもないただの日常の一日の、めっちゃ未来の話ですよね、うん、だからまた電車で会ったらこれが なくなるのかな、前の日に。鳥居さんにだけその顔で見えてる可能性ってあるかな、あるなと思っちゃったんですけどね。見せられてるわけじゃないですか常に、うん、それで顔覚えちゃうっていうのもあると思うんですけど、そのすぐ一致するってすごいじゃないですか。電車に乗ってる人たちの顔って、うん、じゃあ今日乗ってきた電車の人の顔誰か思い出せますかって言っても絶対思い出せないと思うんですよ、うんうんうん、でここにそのびっしり顔があるっていうの毎日見てたとしても、何十年見てて、で左上のからあの左上の上から2番目の左から2番目の人がここにいたんですよ。こうやった時、荷物上げた時に、でえって思って左上のあれ、あーって思って、そっから2番の人になってなんだろう、20年見てたからなんかまあ刷り込まれてたから、それがあーって確かにボボボボボボってこうね繋がってたってことなんですね。それは脳が見せてんのかどうかっていうの難しいですよね。あとマスが何なのか分かんない。マスっていうか縦線横線で区切られてるんです。それが最近違う別の人たちであるんですけど、まだ何年もじゃ経ってないんで覚えられてないです。顔が今もいるんですか。目つぶったらここに行って、あ、近づいてきた。いやな、近づいてくる。そう、でも慣れたらもう無視することはできる、慣れるから。小さい頃はねそれにこう慣れてなかったから、面白い、苦労もあったと思うんですけど、ちょっと本当に聞いたことがない話連発で、はい、めちゃくちゃ面白かったですね。面白い。さあ皆様はいかがだったでしょうか。番組ですね、視聴者の皆さんから不思議体験随時募集しております。個性的な怪談に揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。